ピエロギは様々な具を詰めたダンプリングまたは膨らまない生地を茹でてまたは焼いて作る東ヨーロッパ周辺の料理である。このダンプリングはスラブ諸国やバルト諸国で人気のある料理で、ピエロギとバレーヌイクはウクライナ、ポーランド、スロバキアの国民食とされている。ピエロギには多くの別名があり、いずれもロにアクセントがある。 ピエロギの起源をたどるのは難しい。ダンプリングはユーラシア大陸全域で見られるが、ピエロギという特定の名前、及びスラブソ語のパーを持つ西及び東スラブ語群における様々な同根語は近代の国民国家と標準語に先行してスラブ諸国で共通であるが、多くの国ではバイを意味している。東スラブ語群のベラルーシ人、ロシア人、ウクライナ人、 西スラブ語群のポーランド人、スロバキア人、およびバルト人、ラトビア人、リトアニア人。東ヨーロッパでは、この料理の一種を茹でることの語から派生した名前で知られる、ウクライナ語で。これらには、ベラルーシ、ラトビア、ロシア、ウクライナのバレエ2期、ワレニキ、バレエヌイクも含まれる。イタリアのラビオリ、トルテリーニ、アシケナジムのクレプラ派と告示している。トルコ、 ザカフカジエ、中央アジアでは生地に丸く、肉を詰めた料理がマントゥ、ヒンカリチュチュバラと呼ばれる。東アジアでは、中国のワンタンと、チャオズ、日本の餃子、モンゴルのボーズ、ネパール、チベットの桃、アフガニスタンのマントゥ、大韓民国のマンドゥなどの類似した料理がある。ピエロギは小さく、一度に多数を供されるため、料理は複数形の名称である。ポーランド語では、 複数型がピエロギ単数型がピログである。英語では複数型を英国式にパーギスと書くことが多い。フライパンのピエロギピエロギ、またはデザート用ダンプリングとしては、サクランボ、イチゴ、キイチゴ、ブルーベリー、桃やリンゴのような新鮮な果物を詰め、種を取ったプルーンも使われる。ファーマーズチーズと揚げ玉ネギを混ぜたマッシュポテトが、 ポーランドとウクライナで一般的である。ポーランドではこの種類をピエロギールスキーという。カナダのピエロギで一般的な具はおろしたチェダーチーズを混ぜたマッシュポテトである。生地を押し伸ばしコップで丸く切る。具を中央に乗せて生地を折り半円形に包む。ピエロギまたはバレーニキは浮いてくるまで茹でて水を切る。場合により仕上げにバターで揚げる。 または焼くことがある。この料理は、溶かした、バター、サワークリームを添えて、または揚げた、ベーコン、玉ねぎ、キノコを振りかけて供される。デザートの場合、アップルソースがかけられる。北アメリカのポーランド人の家庭では、メープルシロップを添えることがある。スロバキアのブリンゾベプローギハンガリー料理で、ピエロギに相当する料理は、デレー、DRJ であり、パスタの中にジャム、 または肉を詰める。この料理は主に結婚式のような特別な行事のお祝いの食事として食べられる。伝統的なスロバキア料理はブリンゾベプロギである。これは三日月型のダンプリングで塩味のブリンザチーズまたは未熟成の牛乳チーズを詰めることが多い。全粒粉の皮を使用した揚げ、ピエロギポーランドの惣菜屋にてポーランド料理ではピエロギは 様々な形及び味、皮は厚めで、色は一般的な白のほか、パプリカパウダー、ターメリック、ほうれん草乾燥粉末を混ぜてそれぞれ赤、黄、緑にしたり、ハーブやスパイスを混ぜ込んで柄と香りをつけたりすることがある。全粒粉やライム2個を使用した茶色い色合いの香ばしい皮を使用したものも見られる。ピエロギは伝統的に当時のポーランドリトアニア共和国の 東部辺境地帯の貧しい仮想農民の料理、バレエの域であったが、料理法にいろいろな工夫をしたり高価な材料を用いることにより、貴族や商人を含むポーランドのすべての社会階級に普及した。と呼ばれ、北、アメリカで最も一般的である。ポーランドでより一般的なピエロギには、ひき肉、キノコ、キャベツ、またはデザートとして各種の果物を詰める。 ピエロギには通常、パン粉を加えてこんがりと揚げた溶かし、バター、熱々の溶かしラードとベーコンのみじん切り、キノコのクリームソース、ハーブの入ったポーランド風のグレービーソース、砂糖や蜂蜜で甘くした溶かしバターなどが使われる。最近では別皿にバーベキューソースのようなスパイシーなディップソースを添えることもある。ポーランドでは、 伝統的にクリスマスイブの食事に2種類のピエロギが供される。一つはザワークラウトと星、ポルチーニだけ、もう一つは星キノコの実を詰めた牛かが割る七の具。ポーランドでは肉を使ったものはクリスマスディナーにしない。ピエロギレニーベは異なる種類の料理で、これはイタリアのニョッキ、ウクライナのレニビエバレーヌイキ、リトアニアのコペティカスロバキアとハンガリーのハルシュキーと似ている。 バレーヌイクを呼び、ペリメニも参照ロシア料理では、最も、ピエロギに似ている料理はバレーヌイクである。肉を詰めたペリメニでもまた似ている。北米に移住したウクライナ移民は、ピエロギと呼ぶが、伝統的なウクライナ料理でピエロギに最も類似する。料理は、バレーヌイクから、派生で、サワークリームを添えて、または溶かしバターをかけ、揚げ玉ねぎ、刻みベーコンを振りかけて強される。 ウクライナでは類似しているが通常やや小さい肉詰めのペリメニも調理される。ユダヤ人のアシュケナジムはピロゲンと呼び茹でるか焼いて仕上げる。類似するユダヤ人の料理はクレプラ派で円形のダンプリングで茹でて副菜または澄んだスープの具として供される。ピエロギはカナダとアメリカ合衆国においてスラブ移民による普及から始まり広く普及している。 特に、スラブ系の人口が多い地域の、バッファロー、シカゴ、マサチューセッツ州西部、ミネアポリス、デトロイト、ペンシルベニア州北部及び西部、マニトバ州、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州などで普及している。ピエロギは当初、移民の家庭料理、または民族レストランの料理だった。第二次世界大戦後の時代に、出来たてのピエロギが、 民族協会による資金調達の料理となった。1960年代までにピエロギはアメリカ合衆国とカナダの多くのスーパーマーケットで冷凍食品売り場の定番となった。ピエロギは今日も食品売り場の一角を占める。ポーランド系またはウクライナ系の街の多くでピエロギの祭りがある。インディアナ州ホワイティングでは 毎年7月に開かれるピエロギフェストでピエロギを祝う。ピエロギはまたピッツバーグと結びつきがある。ピッツバーグパイレーツの野球のホームゲームでは4人のピエロギの衣装を着た走者がゴールに向かって走るピエロギレースが行われる。ピエロギという言葉はピッツバーグなまりの特徴を持つ。カナダのアルバータ州グレンドン村ではピロギーと呼び1993年に このごちそうの記念像、グラスファイバープラスチック製で高さ8.2メートルのフォークに刺さったピロギーを道端に立てた。カナダ、編集トロント、セントローレンスマーケットのファストフード売店のピエロギーの広告カナダ大平原は特にウクライナ系人口が多く、ピロギ、ピローギーは非常に一般的である。カナダにはまた他のピエロギー作りの文化を持つ多くの国からの移民が多いため、 多種ようなレシピが使われる。カナダのピエロギ市場はアメリカ合衆国に次ぐ規模である。東ヨーロッパ移民が住む地域ではパック入り冷凍ピエロギが売られており、カナダの至るところ大規模なチェーン店でも売られている。このようなピエロギは産業機械で作られる。ピエロギは通常約2 0ムであり、イタリアのパスタにも使用するイタリア製機械で製造されるため、 特大の半円形ラビオリに似ている。典型的な冷凍食品の具は、チェダーチーズ、ベーコン、またはカッテージチーズとジャガイモである。家庭料理で詰める典型的な具は、塩コショウで味付けしたマッシュポテト、ザワークラウト、または果物のいずれかである。茹でた後に、直ちに強するか、オーブンで温めるか、油、またはバターで焼く。 果物入りは一般に、イチゴ、ブルーベリー、およびサスカトゥーンベリーを使う。ジャガイモとチーズ、または、ザワークラウト入りは通常、バター、または油、サワークリーム、揚げ玉ねぎ、揚げ刻みベーコン、または、キルバサおよびクリーム状のキノコソースを添えて供される。国内のチェーンレストランでは、この料理、または、その一種を目玉にする。ボストンピザは、 ピエロギと似たの味付けのサンドイッチとピザを、スミティーズは揚げた、ピエロギをサルサを添えて前菜に販売している。カナダ大平原の中華料理店では焼き餃子を、中華ピエロギと宣伝することがある。ウクライナ系カナダ人の方言で、パイロハイという。これは、イギリス系カナダ人による、ペデヘイ、または、プデヘイの、最初の歯茎フルエオンに慣れていないための聞き違いによる、可能性がある。 これらはウクライナ語でバレエヌイクとして知られており、ピローギは別の料理を示すことが混乱のもとである。アメリカ合衆国、編集アメリカ合衆国では、ピエロギは通常ポーランドのピエロギを示す。アメリカ合衆国は北、アメリカで最大の東ヨーロッパ移民がいるため、ピエロギ市場が最も発展した。以後の東ヨーロッパ移民がいる他の国とは異なり、 アメリカ各地の食品店で様々な種類の現代風、ピエロギが販売されている。食品店独自のピエロギの多くには、一般的なアメリカ人の好みに合わせるため、ほうれん草、ハラペーニョや鶏肉といった伝統的でない材料が使われる。ピエロギはハワイのアイアンマントライアスロンで、ポーラ・ニュービー・フレーザーが自転車競技の補給食に取り入れてから、 急速に競技の補給食としての人気を得た。その10年以上後にミセスティーズが各国のプロ及び市民向けのトライアスロン大会を講演した。ピエロギはトライアスロン競技者にとって炭水化物補給のためにパスタに代わる美味しい補給食である。アメリカ合衆国でのピエロギの消費はニューヨーク州、ペンシルベニア州、インディアナ州、 ニューイングランド州の中西部及び南部を含むピエロギポケットと呼ばれる地域に多くが集中している。この地域ではアメリカ合衆国のピエロギ年間消費量の68%を占める。インディアナ州ではピエロギを祝う祭りのピエロギフェストが毎年7月に開かれる。ペンシルベニア州シェ南道に基盤を置くミセスティーズがこの地域のピエロギの中心都市を指名し、 2009年はニューヨーク州ビンガムドンである。ありがとうございます。